どうもウエストランド井口です。はい、活動報告動画でございます。まあ活動報告動画といいますか、ちょっとお知らせと、言いますか、まあ音捨てとかではね、もう常々と言いますか、最近ずっと言ってはいるんですけど、昨日ぐらいですかね、ホームページに、載ったんで、あ、そうなんだと、そこでね、思ってくれた人もいるかもしれませんが、R1 グランプリ、R1 グランプリ2024ですかね、に、ウエストランド井口出場します。まあ、芸歴制限がね、なくなった段階から、まあ出るみたいな話はしてたんで、別に今更なんていうことはないんですけど、まあ知らない方もいるでしょうから一応改めて言っておきますけど、参加することに、決めましたというか、参加します。まあ、R1 のね、レギュレーション的に、過去に一度でも準決勝以上に行ったことがあれば、シードで2回戦からという、レギュレーションなので、2回戦からということになるんですが、もうすぐ、来週2回戦がありますので、もうホームページに日程も出ていると思います。まだね、どのブロックに振り分けられるかとか、順番とかは出てないと思うんですけど、一応どの日にちに出るか、2回戦が何日かある中のどの日にちに出るかは、発表されていて、まあ、もしかしたらね、ちょっと、スケジュールとか、やむを得ない事情で、変わってしまうことはあるかもしれませんけど、おそらくその日に、出ることになると思いますのでね、そこに向けて、頑張っていきたいな、というところでございます。まあ、この YouTube をね、見ている方は、知ってるよっていう人が多いかもしれませんけど、まあ、この YouTube を見てない人は、なんで出るんだ知らなかったという人が多いかもしれませんけど、そういう人はこの YouTube をじゃ見てないということなんで、ここで言ってもあんまり意味はないかもしれませんけど、まあ、R1 ね、去年までは芸歴制限、芸歴、10年未満の、人しか出られないというルールになってて、それが、2020年か21年からそうなったんですけど、その前はね、芸歴制限なかったんで、僕もね、まあ M1 で、2022年の M1 の決勝で R1 のことをね、いろいろ言って、いろいろ言ってくせに出るのかとか、いろいろ言った手前出るのかとかね、そういうことを言ってくれてる人もいますけど、普通に出てたのでずっとね、出てたというかずっと挑戦はしてたので、芸歴制限ができるまではずっと挑戦してましたし、なんなら芸歴制限できた時も、まあ、数え方によっては僕その時も10年未満だったと思うんで、一応エントリーしたんですけど、ダメですと。10年超えてますという判断になっちゃって、失格というかね、出られないということもあったぐらい、まあ、それまで毎年挑戦してたので、芸歴制限がなくなったから、まあまあ、今年も普通に出るかという感じなんですけど、まあとはいえね、挑戦してた頃は M1、優勝ももちろんしてなかったですし、まあ決勝に行く前ぐらいでしたから、うん、まあそりゃね、今とはまた状況も違ったりするとは思うんですけど、なんかそこまでこう一大決心とかね、まあここで出てやろうっていうふうに強く思うというよりは、なんか自然に、まあまああるから、出られるようにまたなったから出るかというような気持ちですかね。ただね、出てたから僕も十分分かっておりますが、本当に簡単なものではないですし、今年はね、やっぱ芸歴制限がこう撤廃された最初の年なんで、より、厳しい戦いになると思いますし、またね、数多くの方が参加してますから、いろんな大会のチャンピオンであったり、ファイナリスト、まあ、ある意味こう一番集結してるような大会になってますから、1回戦の結果を見てもね、まあ良くなければ落とされるということが普通にもちろん起きてますし、こっからね、さらに厳しい戦いになっていくので、まあ簡単では、ないのはね、僕も十分分かっているんですけど、まあ今まで出てた時も、もちろん簡単ではない中でね、まあどうしても、自分が一番やってる、まあ漫才、僕らであったら漫才とか、まあコントの人であったらコントとかね、そういう、まあ M1 とかキングオブコントになると、こう、緊張感とか、ここまで一生懸命やってきて、ずっとそれにかけてとかの思いがあったりしますけど、こう R1 にね、出るときは、ある意味、こう、お笑いの本来の
姿というかね、楽しむという、まあエンジョイ勢というね、言葉をよく使ってましたけど、その時。まあそれこそが逆に言えばお笑いの本来のね、あるべき姿でもありますから、まあそれがこう、うまくいい方向に転がれば、いい結果も出るかもしれませんしね、まあそうじゃないかもしれませんし、まあそれはね、僕も今出てきた中で、準決勝にね、2回、R1 の準決勝に、行かせてもらったことがあるんですけど、まあその時もこう楽しむ、気持ちでやったのかね、それはいい方向に転んでというかね、っていうのもあると思いますし、まあ、逆に言えばね、準決勝に最初に行った年の翌年は、2回戦、まあいわゆる初戦でね、落ちてるわけですから、本当に簡単じゃないですから、その付け焼き場的にやって、簡単にどうこうなるものじゃないということは、分かっていますが、まあ最後、芸歴制限がなくなる前の最後の年は、準決勝、まあ、準決勝に行った2回ともね、結構準決勝でも手応えあったんで、決勝行けたかなという感じだったんですけど、行けずで、まあ、特にその2回目の方は、そこから敗者復活があって、敗者復活でも、正直これは行ったんじゃないかなというような手応えもあったんですけど、残念ながら敗者復活の、中で2位、ということで、決勝に復活できずということがあったりして、まあ、ギリギリのとこまで行ったね、決勝のギリギリまで、行ったという経験もありますから、まあ、その辺もこう踏まえてね、戦い方を考えてやっていけたらなというふうに思っております。まあ、本当に繰り返しになりますけど、その時とは状況も違うので、やりやすい部分もあるかもしれませんけど、まあ、やりづらい部分とか、あの時のようなこうチャレンジ精神というかね、あの時あの時のこう立場でいろいろ言えることとかね、言ったらちょうどこう面白くなるようなこともまた今では変わってきてるところもあるとは思いますから、まあそのね、プラスもマイナスもあるかもしれませんけど、プラスの部分をうまくこう生かして、ですね、なんとかいい結果が出せたらなというふうに思ってます。まあ参加するからにはね、もちろんね、決勝目指して、頑張っていきたいなというふうに思っております。ただね、参加人数も過去最多ですし、これはね、本当に、まあ、ある意味、こう、お祭りと言いますか、すごいことになるなというような、気はしておりますから、まあ、本当に、なんでしょうね、旗から見たら、こう、出なきゃよかったんじゃねえかみたいな結果になるかもしれませんけど、まあ、それはね、別に、それも含め、賞レースですから、なんか、本当に、あんだけ言ったから出るんだとか、熱い気持ちを持ってというよりは、今まで出てたから、出れるようになったら、また出るという僕の中では感じではあります。ただ出るからには、全力でなんとか、いい結果をつかみたいと思いますんで、ぜひぜひ注目して応援していただけたらなというふうに思います。まあ、今回はね、一応 R1 発表されたので、改めて R1 に出ますよという報告でした。また、最近のね、こう番組とか、いろいろあったことも報告したいと思いますんで、引き続きよろしくお願いしますということで、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。